say hop, you say pass, hop,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  pass. We are Hoppers. Hoppers Channel. もうみんなお腹もペコペコじゃないですか、うん、なのでホッパスにいるお料理担当2人がお料理得意な2人がいるのでね、わかる？はーい、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 さんはね、わかるけど、ムーン大丈夫ですか？もう料理が一番大好きです、ほのか。私はもうね、みんなを美人にするような料理を作りたいと思います。はい、というわけで私ちょっとお腹空いて帰ってくるので、ちゃんと2人にはね、ご飯作って、うん、大丈夫かな、みんなが美人になるような料理作ります。はい、私はですね、夏野菜カレーと、あとはお米を16穀米にして、ちょっと健康にいい感じにして、あとついでにサラダも作っちゃおうかなと思ってます。ほのたんは？ほのはほのたんカレーを作ります。ほのたんカレー、ほのたんのオリジナル、ほのたんにしかできないカレーを作ります。これはバン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 、よし、じゃあ戦っていきましょう。はい、よーい、スタート。はい、使う野菜はここから。はい、はい、やっぱ野菜といえば、あ、やってない、カレーの野菜といえば玉ねぎだと思うので、玉ねぎと、あと人参もやっぱり野菜なので、人参と、あとはじゃがいもですね、やっぱり定番。いきます、いざ調理場へ、レディゴー、レディゴー。だから野菜ちゃんと切るの初、あの本当に小学生とかの調理実習以来。玉ねぎを切っていこうと思います。そう、さっきナミちゃんに、あ、ナメマルに、ナメに、作る前に、じゃがいもは絶対なんか熱しないとダメだからねって言われたので、じゃがいもはちゃんと火通そうと思います。なんかじゃがいもは生だと美味しくないみたい。最後の野菜、じゃじゃん、人参です。人参の皮ってオレンジ皮かな、これ一応なんか、あ、剥けるから多分皮だ。これ剥いていきたいと思います。すごい、じゃがいもより見てください。いきますよ。ほら、じゃがいもよりいっぱい簡単に剥ける。ほのか、人参剥いてるのかも。人参剥く人。これからお水を入れていきます。まずトマトジュース、これ1リットルですよね。1リットル入れます。カレールー入れてきます。はい、ということで、ここから10分ぐらい煮込んでいきます。で、ここのポイントなんですけど、強火でふつふつとしてきて沸騰したなと思ったら、まず火を止めちゃいます。こんな感じで、で、火を、まあ、こっちに置いて調理をして、その後もう一回こちらに戻して、粉臭さを飛ばす感じになります。はい、大丈夫です。ドライ系チーズ大丈夫？チーズ、あ、チーズだ、そうだ、今日だ、今日は定番。まずはチーズ、チーズカレーをちょっとチーズ入れようかなって思います。らっきょう、なんかさ、あの炎はあんまりらっきょうは入れない派なんですけど、結構カレーにらっきょう好きみたいな人がいるので、多分メンバーも好きって人いそうだから、炎も入れちゃっていいのかな。
きをまた入れます。よし、あ、妥協ってなんかあの本当に好きなもの買っていいって言われたんですね。だから好きなものなんだろうって、その一番この世で一番好きな食べ物がメロンパンなので、なんかカレーにしかよくわかんないんですけど、メロンパン買っちゃったから、せっかくね買ったのでちょっと入れなきゃもったいないから入れようと思います。メホノタンカレーだからさ、でもちょっとさすがにメンバーに怒られちゃいそうだから半分にしたくね、入れるのは。しかもバレないように超ちっちゃく入れます。あまりはホノタンが食べます。すごい、しかもね見て割れるの、ホノカレー生まれて初めて割った。どうですか水の量は。水の量でもなんか8人分とか10人分ぐらいだろうから、だいたいこの量かなと思って。はい、ちょっと味見してみます。美味しいです。もうちょっと煮込んだらいい感じですね。これにワインとかを入れてるので、もっと味が深くなると思います。はい、夏野菜カレーの食材なんですけれども、まずズッキーニ、オクラ、かぼちゃ。かぼちゃは夏野菜ではないんですけど、色合いのために。で、ナス、そしてパプリカ。ズッキーニはね、大きな輪切りでいきましょう。したので焼いていきたいと思います。やっぱね炭火で焼くとね味が違います。これで全部食材が入りました。はい、よくです。あ、ちょっとここで隠し味第2弾、チキンラーメンを入れようと思います。チキンラーメンはもうなんか細かくすると美味しいかなって思って。これでも美味しそうじゃないですか。これ結構合いそうじゃないですか。ちょっとチキンラーメンカレーってありそう。これはちょっといい案な気がする。ほのか、作る前にじゃがいもは絶対いつも動画をご覧いただきありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。